旦タゲ取りつつ何とかしていきたいなというところなんですけど、よいしょ、はい、逃げるよ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 、のとこにいんの。好きと楽しいをシェアするデートなゲーム部です。ということで、はい、こんにちは、再びニコです。今日はせっかくなんでほぼ初見プレイなんですけど、キラーをやっていこうと思います。全然マッチングしないので慣れ親しんだサバイバーでやはりやっていこうかなと、思っております。ということで今回もデビキン、デビットキング使ってやっていこうと思っております。今回もロードアウトは、デハ、ミガール、ガ、逆光、あとデジャブをつけてやっていこうと思ってます。まあデジャブだとね、あの見える発電機はちょっと修理速度が速くなるので、まあこの環境だったら結構刺さるのかなっていう感じの部分はありますし、まあうまいことデハ使って、クローデット吸収回してますねこの方は。で浅川雄一7周回してるので、このお二人は多分結構やり込んでるお二人ですね。迷惑かけないようにやっていければなとちょっと思っております。はいはいはい、あ、いいですね、やばいフランがありますね。これでポイントちょっと我々も稼がせてもらおうかなと思います。ラクーンシティか、よしよしよし、ラクーンシティか、まあ一旦ちょっとやっていこうかなと思います。そこは多分ちょっとすぐ見に来そうなので、一旦から、早いね早いね、あー来てる、あー来てるよ、来てるかもね。コントローラー慣れないな。ちょっとキラーが何か確認しときゃよかったですね。あーなるほど、やはりカニバルかチェーンソー使いですね。うん、なるほどなるほど、ちょっと距離取って隠密しながら最初は回していきたいですね。どっちかな、まあ、うまくチェイス買ってくれてるので、このうちにちょっと直したいですね。はい、ワンダウン、どこまで直せるかな。こっちに釣りに来られるとちょっと嫌っすよね。そっちね、はい、それで多分こっち来るんで、一旦タゲ取りつつ何とかしていきたいなというとこなんですけど、何とかしていきたいなというとこなんですけど、あまりにもチェイスをする場所が悪かったですね。まあ一つ直って一応救助してくれたけど、きついですね。ここでキャンプ張られるとちょっときついですけど、あフラッシュで、あの救助してくれてないんかい。次元爆弾か、最近次元爆弾結構ね使ってる人も多いですよね。次元爆弾で蹴るのはいいが、あれがないな、自己回復のアイテムを持ってき忘れましたね。まあしゃあなし、回せるところは回していこうかなと。ですが、厳しいな。すでに1釣りが2人で1人ダウン、1釣りが3人。
まだ4台残ってますね。慣れないよね、そこね。おっと、厳しい。ムーリーな感じがします、これは。ムーリーな感じがしますよ。一旦救助はしますが、3台で1人釣られ、あーきついね、きついね。一旦ちょっと体勢は立て直したい。一旦ここでまだ回復しきれれば。一旦ね。おぞっす。一旦ね。一旦ここ直して。降りみたい。ウブセッションの人が追われてますね。ここはでも治るな、多分ここは治るでしょうね、さすがに。あーでももう一人が回せてないか。ちょっときつくないか。あーうまいこと隠密はできている。はい、ちょっとと、いかんな。これはちょっといかん。あーリム、これはちょっと厳しいぞ。あーどうしよう。あーっと戻ってきてるね。これいけるんか。いや無理だよね。無理だな、これ降りれないしな。残念。残り2台か。残り2台で3人。残り1台になったけど、この下が一番直しやすいかな。誰か来てくれれば。あーっと、どっちから来る？そっちか。ちょっと引き離したいな。ちょっと引き離したいけど。そう、やっぱそこは水に返されるな。わお。神音は離れたけど、離れたけども、あそこか。
回戻ってくる？もう一回戻ってくるよね？もう一回戻ってくるよね？もう一回戻ってくるよね？よいしょ。逃げるよ。はい、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 逃げるよ。あんなとこにいんの？そんなとこにいたの今。発電機の場所かな。発電機の場所かな。これは無理です。これは無理です。多分。あと1個なんだけどな、発電機。どっち行く？ここ今更回したところでだよな。この2つとあと向こうの屋外の1個しかないので、ちょっと巡回されるともう厳しい感じになりますね、これ。まあな、これは無理や、これは無理だし見つかるし、ちょっとこれは無理やて。だって、最後まで一旦ね、粘りましょうかね。はい、無理、近っ、フック近っ。まあね、まだ何があるかね、ちょっと分かんないよね。さて、さてさて、あ、でもこれはね、いや、一旦もうこれはあれですな、死んでワンチャンにかけるしかないっすね。まあ都合よくハッチが出てきてくれるとは思えないですけど、まあワンチャン這いずってるあの人のところにハッチが出てくれることを祈り祈り、私は処刑されますというところですね。まあまあですな。なかなかちょっと最初の釣られたのが痛かったですね。初動がもうちょっとうまく動ければあと1個ぐらい回せたのかなという気がまあしますが、しゃあなしです。ということで、キラーをやろうと思ったけどマッチングしなくて、結局サバイバーやって惜しいとこまで行ったけど抜け出せなかった回でした。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。